皆様、いつもご視聴ありがとうございます。ピーフです。今日は一度ね、鳥のおもちゃ作りについての話をしたいと思ってるんですけども、いつもみたいに字幕にしてしまうと、あんまりたくさんのことを話せなくなってしまうので、ちょっと今日は初めてなんですけども、口頭でお話をさせてもらおうかなと思ってます。で、話すことがあんまりうまくないんでね、ちょっとお聞き苦しい点、たくさんあると思いますが、どうぞよろしくお願いします。私が鳥のおもちゃを作るようになったきっかけというのは、以前うちにいたパセリっていう鳥がきっかけになってるんですけども、まずこのパセリは一体どんな鳥だったかっていうと、若い頃からとにかく発情が強くって、ずっと卵を産んでた鳥だったんですね。で、それでそのパセリが10歳になった時に、ちょっと危険な状態になりまして、もうこれ以上発情してたら命に関わってくると、そういう時期があって、で、その時に発情抑制っていうことをいろんなことをやっていってたんですけども、そのいろんなことをやった中の一つにおもちゃを与えるっていうことがありまして、発情から気をそらせるためにおもちゃを与えていくんですけども、それが一つや二つじゃ足りなくって、もう次から次へとどんどん新しいものが必要だったんですね。なので、もうこれは自分で作っていくしかないなと。まあ、本当に手探り状態だったんですけども、一生懸命作って与えて、作って与えてっていうことを繰り返して、それが私のおもちゃ作りのきっかけとなりました。で、当時を振り返ってみるとですね、当時私が作ってたおもちゃっていうのは、今の自分の目で見てみると、まあなんて危なっかしいものを作ってたんだろうって、そういうふうに思うんですよ。で、何が危ないかっていうと、まずはこの金属の部分が危ないんですよね。ナス管とか鈴とか、よくわからない金属のものを使ってたんですよ。金属には亜鉛中毒っていうのがありますからね。それが怖いっていうのが一つと、あとそれからこの写真で言うと、色を塗ってあるようなこの木のビーズを使ってるんですよ。まあそれも危ないんですよ。じゃあそれなら一体どんなものを使っていけばいいのかっていう話になってくるんですけども、今日はね、おもちゃを作る上での注意点というか、まあ、これまでおもちゃの作り方を教えてくださいっていうコメントをね、たくさんいただいてますので、実際に作る時にはどういうものを選べばいいのかっていう話と、あとはちょっと簡単なものを一つ作っていきたいと思います。まず素材として選んでいきたいのは、金属であればステンレスです。あとこういうプラスチックのパーツは、ある程度の大きさがあって硬さがあるものを選んであげるといいと思います。あ、これチェーンリングです。もう私はこれが好きで好きで、家にはたくさんストックがあるんですけども、おもちゃの留め具に使ったり、おもちゃ同士のこうジョイントをするときにすごく便利なんです。で、紐は使えるのがたくさんあって、これ100均で写してきたんですけども、タコ糸、それから綿紐、で、綿ロープ、で、それから麻紐、紙紐っていうものが使えます。で、それ以外のものっていうのは、こうちょっとね、本格的なものを作っていこうと思った時に、自然素材のパーツが欲しくなってくるじゃないですか。そういうものについては、うちの場合はね、木は家で加工したものを使ってるんですけども、他のものに関しては鳥用品店に専用のものがあるので、そういうものを選んで買っています。で、今日はせっかくなんでね、これからちょっと一つ簡単なものを作ってみたいと思います。って言っても本当に簡単なので、これは例えばということで見ていただきたいんですけども、例えばね、このペットボトルのキャップを使って何かおもちゃを作ろうと思った時に、こうやって穴を開けるじゃないですか。そして紐を通すと。
だけどこの紐っていうのはこのままブラーンとなってるとこれが危ないんですよ。あの体に巻きついたり足に絡んだりしますから、このままでは危ないっていうことで、ここにビーズを通してあげようと。まあこれがおもちゃなんですよ。だけどね、これはこれでまあ単調で、なんとなくまだこう体に巻きつきそうなイメージがあるじゃないですか。じゃあだったらどうしようと思った時に、ここに何か大きなものを挟み込んであげようと。互い違いの形になるようにこうデコボコした感じを作ってあげると、そうすると体に巻きついてもパッと離れてくれるし、見た目も楽しいっていうね、この形、この形よく見る形じゃないですか。これがおもちゃなんですよ。で、大体がね、ここからのアレンジで、この一番下のペットボトルの部分をベルに変えてあげたり、あとこの上の大きいパーツの部分を木に変えてあげたり、まあそうするとかじっても楽しいと。で、それからこうやってプラスチックをたくさん重ねて、まあ、チャラチャラっていうこう音が鳴るようにしてあげようとか、これは2本ね、同じものをこうぶら下げて、一番下に重りになるものをつけて、揺れた時にこの重さとぶつかり合う音が楽しいとかね。鳥のおもちゃの形作りっていうのは、まあこういう感じで安全な形を考えながら鳥が喜ぶ要素を入れてあげようっていうね。で、鳥が喜ぶ要素っていうのはどういうものがあるかっていうと、まあいくつかあると思うんですけども、まず色、形、それから音、そしてまあキラキラっていう光物で、ある程度の重さ、それからまあかじったりむしったりできるような自然素材のものって、まあこういう感じであると思うんですけども、これをね、この楽しい要素を取り込めば取り込むほど、どういうおもちゃが出来上がってくるかっていうと、ちょっと激しいものができてくるんですよ。なのでそこはちょっとこう考えて、まあ一つか二つ取り入れてあげるっていうね。例えば今発情期が来たから、ちょっとまあ光物なんかは抑えて、自然素材を多めに使ってほんの少しだけ一つ色を入れてあげようとか、で逆になんだかちょっとおとなしくて元気をつけてあげたいからっていう時には、ちょっと楽しい感じの元気が出るようなものを取り込んで作ってあげようとかっていうね、そういう調整ができるのが手作りの良さかなと私は思ってるんです。で、まあ理想を言えばですよ、まあ理想を言えばそういうふうに鳥のいろんな状態を想定して、まあいくつかのパターンのおもちゃを準備しておいて、その時が来たらパッと出してあげるというようなことができたらいいかなと思ってます。話が長くなってしまいました。ここからはちょっと紐の話をしたいんですけども、おもちゃ作りたいけど紐の処理の仕方がよくわからないっていうね、お話をいただいたので、まあちょっとこれ自己流ではありますが、私はいつもこんな風にして作っていますっていうのをこれからお見せします。今回のおもちゃは留め具の方から作っていったんですけど、まずこの留め具に紐をこういう感じで通します。この形わかりますよね。それからここが留め具の中を動いてしまうと外れてしまいますので、これが外れないようにキュッと引っ張って動かないようにしてあげる。してその引っ張った状態で糸をこう左右に分けて一回結んであげると、ギュッときつく引っ張って結んでください。で、それから一回結んだら、その後にもう一回同じように結んで二重にして、もうそれで糸が緩むことはありませんから、その状態で作り始めていきます。で、この2本の糸を針に通して、そこからどんどんとこのパーツを通していくんですけども、だいぶもう下の方まで来た時に、ここに一つね、結び玉を作っておくんですよ。で、これは何のためかっていうのは後でちょっとお見せしますけども、ここに結び玉を作って、で、それから最後作り上げていきます。で、一番最後の部分はね、糸を留めなきゃいけないので、穴が小さめのビーズを使って、で、最後は糸をしっかりと何重かにして、ほどけないようにきつく結んでおいてください。で、糸を切って、まあこれでおもちゃが一つ完成したということになるんですけども、
実際にこれをケージの中にこうぶら下げて鳥が遊ぶときにはどんな遊び方をするかっていうと、この一番下の結び目の糸の部分をここをこうつまんで引っ張ったり、こう結び目を噛んでみたりっていうような遊び方をするんです。でね、そうするとですよ、万が一ですよ、これが緩んできてこうほどけてパーツがこう抜け落ちてしまうと糸が出てくるじゃないですか。まあうちではね、一番下がほどけたっていうことは一回もないんですけども、そういうことがあったら困るので、万が一っていうことを考えて中に隠し玉っていうのを作っていくようにしています。でね、ちょっとした実験なんですけども、もしもこのおもちゃの一番下がケージの中でほどけてしまったらどうなるのかっていうことをお見せします。まずは隠し玉がないパターンを、実際にほどけたと仮定して一番下をハサミで切りますから、これを見てください。こういう風になるんですよ。そうするとこれほら、紐がこうブラーンとなって、これってもう想像しただけで怖いじゃないですか。じゃあ次は隠し玉があるパターンです。こういう違いがあるんです。これが隠し玉を作ってあげることの意味で保険だと思ってます。で、大体がね、鳥のおもちゃ作りっていうのはこんな感じで、どっちかっていうと危ない方向のことを考えて、例えばこういうふうに遊んだらどうなるとか、いつもこんな遊び方するよね、じゃあこうしようとか、いろんな姿を想像して作っていくことになります。で、与えてあげた後は大丈夫かなと、ちゃんと安全に遊べてるかなと、こうよく見てあげることが大事だと思います。昔キャップを使ったおもちゃを初めて作った時っていうのは、実はちょっと恥ずかしかったんですよ。だってこんなおもちゃで遊んでる子誰もいなかったですから、なんかちょっとみすぼらしいんじゃないかなとかって、まあそういうふうに思ってたんですけども、だけど梅はキャップが大好きだし、まあいいやと、1歳の誕生日プレゼントにはこれをと思って、まあ初めて作ったのがこれなんですけども、でこれを動画にアップして、そしたら意外とですね、その後結構いろんなところで同じタイプのおもちゃを見かけるようになりまして、まあそれが嬉しかったんですよ。なのでこれからも、まあ私が作ったものでよければ、気に入ったものがあれば真似して作ってみてほしいなと思います。さあそれではね、今日の動画はこれで終わりにさせていただきたいと思いますけども、もうあれもこれもという感じですっかり話が長くなってしまいました。少しでもね、何かお役に立つことがあれば嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。はい、おしまい。